はい、みんながいなくなったら、ポンちゃんはこっちに来たのは、これはご飯が食べたいんだね。ご飯用意しようね。で、今ちょっと待っててね。いい子だね、ジャン君。明日の歯もね。はい、いい子だったね、ジャン君。お利口さん。この突っ張ってる手。突っ張ってる手入れられたかな。ジャン君、かわいい。よいしょ。突っ張ってるお手手はここでしょ。かわいいジャン君、お利口さん。ポンちゃんも歯磨きできるといいんだけどね。うん、じゃあ歯磨きできないので、お水に歯磨き効果のあるやつを入れていきます。これはジャン君のマンですね。ちょうちついてるね。なんか歯磨きの後も膝の上で落ちてきてるね。リコさんね。はい、ジャン君。はい。はい。はい、ラブちゃん、これ。よし。ラブちゃんの里親さんのところに、この毛布を、はい、ラブちゃんの匂い付きのものを持っていくために入れておきます。はい、はい、はい、ラブちゃん匂いつけてください。あ、トイレには入れないでね。トイレに入れちゃうとまた洗わなきゃいけなくなっちゃうからね。それと、ラブちゃんが使っていたトイレの砂も少し持っていくことになります。はい、はい、これで準備ができました。はい、
朝ごはんを食べさせたらすぐお昼ごはんになってしまうんですね。はい、ジェン君はよしよし。またラブ君、シオン君が走り回るのでよろしくね。出しても大丈夫だよ。うん、そこ書類をどかした方がいいかな。はい、じゃあ開けるよ。いいの、あんずちゃんをなでなで。うん、もうとりあえず。うん。3階に来たね、あんずちゃん。はい。なんか伸びてるね。はいはい。Okay.
おお。ラブちゃん。コンって言ってるよ、コンって。ラブちゃん。三半規管発達してます。もうちょっといっぱい早く回る。目元回ってなさそうですね。